おはようございます、ピーキチでございます。今日は一日妻がいない日ということで、一人で過ごす休日のおっさんの Vlog を撮っていきたいと思います。決して逃げられたとか、そういうわけではございませんので、よろしくお願いいたします。まだ大丈夫なはずと信じておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、妻から任された留守番の任務を遂行していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではおっさんの一人のルーティーン、始まりということで、まずは朝ごはん作っていきます。お鍋に水を張って昆布を入れてですね、弱火で30分ね、じっくりとやって出汁を取っていきます。で、日本男児の朝は米で決まりというですね、もう決して破ることはできないルールがございますので、その間にね、お米も研いでいきます。はい、じゃあしっかりとお米を研いで、本当はね、1時間とか水に浸水させたいんですけど、そのような時間はございませんので、お気に入りの釜にご飯を入れまして、お水をね入れて、はい、天下ということで炊いていきます。で、だしとお米ね、やってる間に、こんな感じでぐーたらぐーたら、はい、焼酎でも飲みながら待機でございます。はい、で、一瞬恐怖映像が流れてますけど、はい、見なかったことにしてください。はい、で、そんなこんなでですね、昆布ちゃん、いいおだしが取れました。今回は鰹節も入れてね、合わせだしにしていきたいと思います。はい、でね、ザルね、大きいのがどっか行っちゃってね、すごい小さいザルなんですけれども、はい、こぼさないようにですね、これで、こしてしっかりと綺麗な出汁を取っていきます。もうものすごいいい香りがね、部屋中に漂っております。もう香水なんかよりね、お出汁の香り体にまとわせた方がモテると思いますね。はい、じゃあこれをベースに汁物作っていきますね。冷蔵庫にあったなんか適当な野菜とかキノコとかね、あとお肉もございましたので、朝から贅沢に豚汁ちゃん作っていこうかなって感じで用意していきます。はい、で、今回選ばれたね、食材ちゃんたちは大根、人参、玉ねぎでございます。あとは、キノコ部門からは椎茸ちゃん、はい、そしてなんかたまたまなんですけど、こんにゃく冷蔵庫にね、いつのかわかんないんですけどあったので、こんにゃくもね入れていきます。こんにゃくちょっと臭みがございますので、少しお塩を振ってですね、2、3分ぐらい下茹でしていきます。で、豚バラ肉炒めて、さっきね用意した食材も一緒にね炒めていきます。はい、女房に捨てられたような哀愁漂う背中を感じますけれども、決して捨てられたわけではございませんので、ご安心くださいませ。はい、そしたらですね、全体に油が回ったところで、さっきのお出汁ね加えていきます。で、10分ぐらいね煮ていきますので、その間にね、やっぱり朝はね、卵焼き食べたいということで、はい、甘い卵はね、決してピーキチキでは認められてませんので、甘くない卵焼き作ります。で、卵溶きましたら、さっきのお出汁ね少し拝借しまして、こちらにね醤油少し入れて、もうシンプルに味付けはこれだけ。はい、で、ちょっと滑らかなね卵肌を目指していこうということで、ザルでコシの純子さんをしまして、綺麗なね、卵液を作っておきます。では卵焼き器をですね、熱して油を引きましたら、巻いていきたいと思います。私、人生巻かれながらね生きていたタイプなんですけれども、今日は私から巻いていくわよということでね、アクティブな32歳を見せつけていきたいと思います。いや、卵焼きはね、あんまり巻くの得意じゃないんですけどね、イメトレをね繰り返しながら、はい、よいしょよいしょということで、はい、今日はわりかしマシな卵焼きにはなったかなと、はい、思います。はい、じゃあひっくり返して、これね、なんだっけ、これ、巻きす、はい、これでくるくるっとやって、しばらく置いて形を整えていきます。はい、では豚汁ちゃんもいい感じで火通ったので、火止めて味噌を溶いて、少しねみりんとお醤油で香り付け程度に加えていきます。あとはその日の気分で結構変えるんですけど、今日はおろし生姜、おろしニンニクでもね美味しいんでね、その日キッスの予定とかあるかないかとかね、いろいろ考えながら決めて作るといいと思います。さっとひと煮立ちさせて完成です。はい、じゃあさっきの卵ちゃんもね、形きれいに整いましたので、はい、シンプルだし巻き卵ちゃん完成でございます。よいしょ。皆様、今日の朝ごはんは
おにぎりちゃんを作っていこうと思っております。いろんなおにぎり作りますね。まずはですね、こちらサーモンちゃんを、まあ、1センチぐらいのね、角切りにしまして、このアボカドちゃんも同じぐらいの大きさに切ってね、ボウルに合わせていきます。で、ここに焼肉のタレ、おろしにんにく、ごま油ちょろーりとごまちゃんね、好きなだけ入れて混ぜておきます。今回はおにぎりの具にね、用意してますけど、たくさん作っておいてもお酒のおつまみにもなりますので、超おすすめでございます。はい、じゃあ続いてのおにぎりの具作ります。鶏ひき肉ちゃん炒めて、お酒とみりん、お醤油とお砂糖を入れてね、甘辛いっていうか、もう日本人がむちゃくちゃ好きな味付けのね、鶏そぼろちゃんね、作っておきます。おにぎりの具がね、たくさん用意できましたので、先ほどね、用意しておきましたご飯、こちらでおにぎり作ります。ご飯もいい感じに炊けた感じですね。はい、トゥー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 、あ、UFO ということでね、はい、この UFO 型のおにぎりの型ですね、はい、ちょっと最近ゲットしたんですけど、ここにご飯を入れて、先ほど用意したアボカドサーモンと鶏そぼろ、あとつけておきました卵黄の醤油漬け、はい、あとは見て見て、贅沢でしょ、朝からすじこちゃん、そして高菜と、これ明太子とね、クリームチーズもね、合わせちゃう、ちょっとおしゃれな、はい、ハイカラな若者向けのおにぎりも入れて、あとはなめたけちゃん、はい、あと一箇所空いてるんですけど、この間軽井沢行った時に買ってきた生七味、これとクリームチーズを合わせて、はい、こんな感じでおにぎり具材がセットできました。いつもは結構シンプルな梅干しとかね、昆布とか鮭とか入れておにぎり作ることがね、多いんですけど、今日はちょっと最近若い方もね、 YouTube 見てくれてる方が増えましたので、はい、少しおじさんこんなおしゃれなおにぎりも作れるんだぜっていうのをね、はい、見せつけていきたいと思います。はい、じゃあいい感じでおにぎりの型ができたので、はい、海苔でノリノリでね、巻いていこうと思います。はい、こんな感じで、はい、適当に巻いて、あとはね、どれにどれが入ってるか分かりませんので、入れた食材をね、少し分かりやすいように具材をちょこんと頭に乗っけておきます。はい、じゃあこんな感じで今日の、一人朝ごはん完成でございます。いやー、朝からおにぎり、豚汁、卵焼き、そして金宮の焼酎ちゃん、これはもう幸せすぎますね。もうミシュラン100つ星ぐらい取れそうな気がしてます。はい、じゃあまずは朝豚ちゃん、もう最高。そしてこの卵焼きちゃん、はい、シンプルな味付けですけどね、お出汁も効いてて、焼酎がね、進むんだよな、これ。続いてはおにぎりちゃん、中の具材が分かりやすいようにちょこんと具材を乗っけましたけれども、はい、これ卵黄そぼろのはずなんですが、なぜか中身がすじこ、はい、きっとね、乗っける具材間違えた、多分ね、全部間違えてる、なので、はい、もうほんとわけわかんない状態になってるおにぎりちゃん、まだ寝起きで目覚めてないのか、おっちょこちょいじじいがね、出てしまいました。はい、続いてはアボカドサーモンユッケのはずおにぎりパクということで、はい、やっぱり中身が違いましたね。まあとりあえず朝飯っていいよな。はい、腹もいっぱいになりましたので、お酒を飲みながら最近ハマっているネットフリックスドラマの極悪女王、こちらを鑑賞していきたいと思います。ダンプ松本さんという女子プロレスラーの方のお話を描いた作品なんですけど、僕プロレスもともとめちゃくちゃ大好きなので、これはね、もう本当に見て面白かった。めちゃくちゃテンションも上がりましたし、もう私ピーキチって名前で活動してますけど、名前改めてダンプピーキチ、もしくはライオネスピーキチ、なんかブッチャーピーキチみたいな感じでね、名前をちょっと変えちゃおうかなーなんてね、一瞬思ったりもしました。はい、しませんけど。はい。で、なんか見てたらね、お腹減ってきましたので、お昼ご飯ね、作って腹ごしらえしていこうと思います。お昼ご飯はさっき炊いたお米が少し残ってたので、なんかお米に合いそうなカレーっぽい、カレーじゃないようなカレーっぽいやつ作っていきたいと思います。例
べやすい大きさに切った鶏もも肉ちゃんに、お肉を柔らかくするヨーグルトとカレー粉、蜂蜜、ニンニク、生姜ちゃん、塩を一つまみ加えまして混ぜて30分ぐらい置いておきます。袋でやれば手は汚れないんですけど、手でやるとね、美味しい味付けの手になりまして、これをね、匂いを嗅ぎながらお酒が進みますのでおすすめです。続きまして用意するのは玉ねぎちゃんでございます。こちら半玉ぐらいを薄切りにして用意して、はい、準備しておきます。フライパンにオリーブオイルとバターを熱しましたら、玉ねぎちゃんを入れて塩を振って、飴色玉ねぎを目指してね、火を通していきます。で、塩を入れるとね、水分しっかり出てくるので、そんな混ぜなくてもね、最初のうちは焦げないので、その間にね、あのレーズンでもつまみながらお酒をね、少し注入して、はい、ゆっくりやっていこうと思います。しばらくずっと炒めると、こんな感じで飴色の玉ねぎになって、めちゃくちゃ旨味の元になります。こちらにトマト缶ちゃん、はい、水分少し飛ばしてつけておいた鶏肉ちゃんね、炒めましたら、お水を入れて蓋をしまして、弱火で10分ぐらいですね、火かけていきます。最近体力不足がやばいので、その間にスクワット、はい、もう体力ないので、はい、ちょっと水分補給ということで、ハイボールちゃん、はい、もうこれがね、おっさんの末路でございます。はい、じゃあ火が通りましたら、生クリームちゃんをね、最後仕上げに少し入れてさっとかき混ぜましたら、なんだろうね、これカレーっぽいやつ、はい、完成でございます。で、まあ、しっかりと野菜も取ってますよアピールの緑を散らしまして、はい、なんか不思議なやつ完成でございます。それではね、好きな飲み物も用意しまして、はい、おっさん休日ランチ始まり始まりでございます。はい、年々焼酎を入れる量がね、すごく増えてますけれども、炭酸で割ってチューハイにね、しておきます。はい、でもこれがね、味めちゃくちゃ美味しゅうございます。ちょっとトマトを入れる量をね、増やしてみたんですけど、まあ、トマトがね、すごいトマトなんで、はい、すごくトマトを感じて、はい、トマト好きの僕にはすごいね、あのトマトマンしてて、すごく美味しい味付けでございました。ちょっとね、皆さんはね、トマト少し半分ぐらいの量にしてもね、いいのかな、わかんないけど、はい、めちゃくちゃ美味しいお昼ご飯でございました。ごっちゃんです。ご飯食べまして、なんか散歩したり、お庭で日光浴したりとかしてたら、いつの間にか夜になっちゃったので、はい、早速ですが夜ご飯作っていこうと思います。で、夜ご飯何にしようかなと思ったんですけど、なんか今日お米の日なんでしょうね、ご飯系が食べたかったので、炊き込みご飯を仕込んでいきたいと思います。じゃあご飯ね、浸水させてる間に、長ネギちゃん1本丸ごと、あとはお生姜ちゃんですね、こちらも千切りにして用意しておきます。あとはサムギョプサルやろうと思って買っておきました豚の塊肉がございましたので、今回はね、サムギョプサルじゃなくて炊き込みご飯用にね、食べやすい大きさに切って使ってしまいます。お肉に下味つけます。塩と胡椒、あとはお酒と醤油とオイスターソース、はい、こちらをね、味が中に入るようにギューギューっとね、揉み込んでいきます。はい、でこれをフライパンに入れて、しっかりとね、焼き目をつけていきます。お醤油とか漬け込んでるんで、ちょっとね、焦げ目がつきやすいんですけれども、このいい感じの焦げがまた旨味の元になりますので、はい、いい感じで焼いていきます。で、ご飯入れたら醤油、オイスターソース、ごま油、お砂糖と、あとお水を2合の目盛りより少し少なめに入れます。味が偏らないように混ぜましたら、先ほど焼きましたお肉ちゃん、あとはたっぷりのネギとたっぷりの生姜ね、上に乗せましたら、はい、こちらで炊飯スタートでございます。この炊き込みちゃんがうまいんですよね。以前動画投稿したらね、1000万回以上回ったので、結構ね、人気なレシピの一つでございます。はい、で待ってる間にいっぱいやりましょうか。僕が出してるオリジナルのクラフトビール、なんと今月からですね、味の改良を加えまして、本当にとんでもなくさらにパワーアップしてうまくなりました。火入れを少し変えたりとかしてね、すごいフレッシュで爽やかなビールになって、マジでうまいです。
あとは10月の6日だったかな、大阪でポップアップのイベントやったりとか、あと今後いろんなイベントとかもね開催していきますので、はい、ご興味ございましたらぜひ遊びに来てください。てかもちろん皆さんもう飲んでくれましたよね。購入概要欄のねリンクから買えますので、ぜひよろしくお願いします。であとすぐねありがたいことに売り切れちゃうんですけど、毎月1日にですね在庫補充してまた商品ね復活しますので、そのタイミングとかでねよかったら、はい、買ってみてください。よろしくお願いします。はい、ではコテコテに営業したところで、いつの間にかねマグロをベースにしたうまそうなサラダ完成でございます。いやー、これはお酒のおつまみにぴったりなおつまみサラダでございますね。はい、あっという間に炊き込みご飯も炊けたようでございます。オープン。めちゃくちゃいい香りがしてます。開けた瞬間に広がるオイスターソースの香り、もうこれは食欲進んじゃうやつですね。はい、仕上げにブラックペッパーをかけまして、豚バラの炊き込みご飯完成でございます。はい、なんか一品謎に多いけど、はい、ちょっとこれだけじゃお腹いっぱいにならなそうだなと思ったので、簡単にパスタも作ってみました。はい、それでは本日の夜ご飯完成でございます。いただきます。はい、それではまずは、マグロちゃんを入れましたおつまみサラダでございます。これがね、香味野菜たっぷりで香りもたまらないお酒が進むやつ。そしてこの炊き込みご飯ちゃん、もうわんぱくな僕の胃袋をねもうぐいぐいつっついてくれますね。お酒にもぴったり、お疲れエール発売中です。はい、そして謎に、はい、いつの間にか出来上がっていたパスタちゃんも最高でございます。で、用事があってね、実家に帰省してましたツンマもね、終電で今日帰ってくるとのことでございますので、はい、もう帰ってくるギリギリまでね、もう飲み明かしてベロンベロンになって、はい、やっちゃうとめちゃくちゃ怒られるので、はい、もういかにも全然飲んでないよーっていう感じを醸し出せるギリギリラインを攻めて、はい、帰りをね、飲みながら待ちたいと思います。はい、私の一人の一日でございました。はい、で私の出してるオリジナルクラフトビール、今月から味がすんごいパワーアップしました。あとはね3本売りセットとかもね次から出ますので、どうぞよろしくお願いします。